してる？見て見てヨシュア、海よ海。はいはい、言われなくても分かってるよ。青くてキラキラしてめちゃめちゃ広いわね。それに潮騒の音と一面に漂う潮の香り、これぞ海って感じよね。エステル、海を見るのは初めて？昔父さんと定期船に乗った時チラッと見た記憶はあるんだけど、こんなに間近で見るのはひょっとしたら初めてかもしれない。そっか、僕も海は久しぶりだな。定期船を使わずに歩いてきた甲斐があったね。うんうん、なんだか達成感があるよね。人里に着いたわね。なんだか白い花があちこちに咲いてるけど、ここってなんていう村だっけ？マノリアだよ。街道沿いにある宿場村さ。あの白い花はモクレンの一種だね。ふーん、綺麗よね。それに潮の香りに混じってかすかに甘い匂いがするような。うーん、なんだかお腹が空いてきちゃった。花の香りで食欲を刺激されるあたりがエステルらしいっていうか、まさに花より団子だね。だって育ち盛りなんだもん。ちょうどお昼だし休憩がてらランチにしない？いいけど、何か手持ちの食料はあったかな？あ、ちょっとタンマ、どうせだったら落ち着ける場所で出来たての料理を頼まない？せっかくルーアン地方に来たんだし。確かにそうだね。それじゃあ宿酒場を探そうか。ようこそ白の木蓮亭へ。見かけない顔だけど、マノリアには観光で来たのかい？ううん、ルーアン市に向かう途中なの。ボース地方からクローネ峠を越えてきたんです。クローネ峠を越えた？はあ、あんな場所を通る人間が今時いるとは思わなかったな。ひょっとして山歩きが趣味とか？うん、そういうわけじゃないんだけど。ところで歩きっぱなしですっごくお腹減ってるのよね。何かおすすめはありますか？そうだな、今なら弁当がおすすめだけど。お弁当？町外れにある風車の前が景色のいい展望台になっていてね、昼食時はうちで弁当を買ってそこで食べるお客さんが多いんだ。あ、それってナイスかも。聞いてるだけで美味しそうな感じがするわ。それじゃあそうしようか。どんな種類の弁当があるんですか？スモークハムのサンドイッチと魚介類のパエリアの2種類だよ。どちらもうちのおすすめさ。私はサンドイッチにしようかな。それじゃあ僕はパエリアを。前田理、締めて120ミラだよ。ついでにサービスでハーブティーもつけておいたよ。これもうちの名物でね。ありがとう。それじゃあ展望台に行こうか。うん。ここはさっき調べたばかりね。雑貨屋さんにもいなかったし。困ったわ。どこに行っちゃったのかしら。ヨシュア、ほらほら早く。ちょっとエステル、前を向いて歩かないと。あ、いたたた、ごめんね、大丈夫？私が前を見てなかったから。いえ、大丈夫です。すみません、私の方こそよそ見をしてしまって。そうなんだ、じゃあおあいこってことで。まったく、エステル何やってるのさ。あ、ヨシア、どうしたの？いやごめんね、連れが迷惑かけちゃって。どこにも怪我はないかな？はい、大丈夫です。
私も人を探していて、それでよそ見をしてしまって。え、誰を探してるの？帽子をかぶった10歳くらいの男の子なんですけど、どこかで見かけませんでした？帽子をかぶった男の子、ヨシは見かけたりした？いや、ちょっと見覚えがないな。そうですか。どこに行っちゃったのかしら。私これで失礼します。どうもお手数をおかけしました。ヨシア？ねえヨシアってば。え、ああ、どうしたの？どうしたもこうしたも。あ、もしかして。なるほど、そういうことか。なんか激しく勘違いしてない？照れない照れない。一目会ったその時から恋の花咲くこともあるってね。違います。ただ昔の知り合いにほんの少し似ていただけだよ。それでちょっと驚いただけさ。へー、ほーふー、昔の知り合いに似ているね。口説き文句としては30点かな。ところでエステル、あの子の制服見覚えない？そういえばジョゼットが変装に使ってたなんとか学園ってところの制服？ジェニス王立学園だよ。このルーアン地方にあるらしいから、見かけても不思議じゃないけどね。ふーん、今のが本物なんだ。なんか清楚で礼儀正しくて頭も良さそうだったわね。生意気僕ことは大違いだわ。何言ってるんだか。ジョゼットと最初に会った時完全に騙されていたくせに。そういや、あの時も僕のことをからかっていたよね。ま、それでまんまと騙されたら世話ないんだけど。人をからかう暇があったらもうちょっと観察力を養った方がいいんじゃないの？わかった、わかりました。もうからかったりしません。わかればよろしい。さてと、それじゃあ展望台でお昼ご飯にしようか。はーい。うん、海が一望できるね。こんな場所で食事なんてすっごく贅沢な気分じゃない？確かに気持ちよさそうだ。早速ランチをいただこうか。うん、あ、お腹空いちゃった。私のはスモークハムのサンドイッチね。香ばしい匂いがする。僕のは魚介類のパエリアだね。サフランのいい香りがするな。それじゃいただきます。いただきます。それじゃあまずは一口っと。はあ、香ばしくて美味しい。レタスもシャキシャキしてる。パエリアも美味しいよ。サフランの香りが効いてて、バーテンさんいい腕してるな。あ、ちょっと一口ちょうだい。私パエリアってちゃんと食べたことないのよね。いいけど、ランチボックスを交換しようか。手が塞がってるから面倒だし、ヨシアが食べさせてよ。食べさせてって。もちろん。あーん、それはちょっと恥ずかしいんだけど。いいじゃない、誰も見てないんだし。カダマっぽいことしても笑われる心配はないってば。そういう意味で恥ずかしいんじゃないんだけど。まったく仕方ないな。デリシャス。これぞ海岸地方の代表料理よね。なんていうか、独特の香りが食欲をそそっちゃうというか。はいはい、よかったね。あ、なんか投げやり。えい、これでも食らえ。いや、美味しいんだけど、いきなり口に突っ込まないでよ。
ふっふっふん、まいったか。はあ、おいしかった。サービスでもらったハーブティーも絶品だったね。うん、体が温まって軽くなってくるっていうか、潮風も気持ちいいし、なんだか眠くなってきちゃった。食べた直後に寝ると牛になるよって言いたいところだけど、食後のシエスタもたまにはいいかもしれないね。カモメにしては大きくなかった？そうだね、翼の形も違うし、くちばしも鋭かった。鷹かワシなんじゃないかな。白い鷹、珍しいものを見ちゃったね。うん、なんかいいことが起こりそうな気がしてきたわそうだといいね。ところで眠気はなくなったんじゃない？残念ながら。なら、そろそろ出発しようか。今日中にルーアン支部で所属変更の手続きがしたいしね。それもそっか。うん、わかった。名残惜しいけど出発しましょう。なんだか今日はやたらとぶつかる日ね。ごめんごめん、ちょっと人探しをしててさ。あれ、姉ちゃんたちこの辺で見かけない顔じゃん。そりゃそうよ、この町の人間じゃないもん。あれ、それより君って。なんだよ。さっき制服姿のお姉ちゃんが帽子をかぶった男の子を探しているって言ってたけど、君なんか心当たりある？ああ、そうそう、オイラが探してる人と一緒だよ。どこで会ったの？宿酒場の近くだけど、ちょっと前のことだからどこに行ったかわからないわよ。私たちも一緒に探してあげよっか。いいよ、どこに行ったか見当つくしさ。そんじゃバイバイ。元気な子ね。ロレントのルックに少し感じが似ているような。あの子たち今頃何してるのかな。よしよ、どうしたの？うん、気のせいならいいんだけど、エステル、何かなくしてない？なくす？何を？身につけているものだよ。財布とかアクセサリーとか。何よ、やぶから棒に。財布はある、髪飾りもオッケー、遊撃士の紋章は。やっぱりね。声をするときに落としちゃったとか。落ち着いてエステル、ランチを食べていたときにはちゃんと左胸につけていたよ。なくしたとすればこの場所でしか考えられない。 でもどこにも落ちてないけど。まさか。多分さっきの子だろうね。不自然なぶつかり方をしたから、もしかしたらとは思ったけど。遊撃士の紋章なんかを。確かに子供が持ってても何の意味もないものだからね。いたずらの可能性が高そうだ。いたずら小僧、許すまじ。絶対に捕まえてお仕置きしてやるんだから。まあお手柔らかに。とりあえずあの子がどこに行ったのか調べてみよう。まずあの子がどこに行ったのか調べよう。追いかけるのはそれからだよ。あら、どうしたの？ちょっと聞きたいんだけど、この辺で帽子をかぶった男の子を見かけたことないかな。帽子をかぶった男の子。ああ、王立学園の生徒さんの連れがそうだったかしら。うん、まさにその子よ。どこの子かご存知ありませんか？この町の子供じゃないわね。孤児院の子だと思うけど。孤児院？マーシア孤児院って言ってね、
テレサ院長っていう女の方が運営していらっしゃる福祉施設よ。東のメーベ街道の途中にあるわ。あの子孤児院に住んでるんだ。早速訪ねてみようか。